というわけで今日はちょっとあれなので15分だけ短いですがやりたいと思います。ちょっとね今日はもう、もう少しで時間がないのでですね、それを逃したらワンチャン遅くなっちゃうかもしれないので23時過ぎとかなっちゃうかもしれない。それは危ないのでこの辺でやりたいと思います。いやパジャマはそこにあったから着ただけなんですよ。仕事から帰ってきてで、まあ、服脱ぐじゃん。それでさなんか服何でもよかったんだけどその出しに行くのめんどくさすぎてそこに一番近くにあった服がパジャマだったのでパジャマ適当に着ました。特に意味はないです。まだ風呂にも入ってません。仕事から帰ってきたのでメイクバッチリでしょ。なんかすごいまだ6時半なのに外がもう19時並みぐらいに暗くてびっくりしました。めちゃくちゃ暗くて日落ちんの早いなこの時期と思って。ちょっと前まではさ日落ちるのがすごい遅かったじゃないですか。でなかなか日が落ちないなと思ったんですけど逆にめっちゃ日が落ちるの早すぎてそうあれだなってすごい思いましたね。ね真っ暗ですよね。帰ったらすぐ風呂入る。ああいいですね羨ましい。私帰ったらすぐ風呂入れることの方が少ないからお風呂ってさ時間結構かかるんじゃんね。なんならさお風呂はまあ頑張ればワンチャン早く入れるけど上がってからのスキンケアが長いんですよ。かかる時間がだとね間に合わなくなっちゃうからそうお風呂はねだいたい日付が回る頃ぐらいに入りますね。一番ね帰ってきてそのままお風呂に直行できたらいいんですよ。だってばい菌から帰ってきてるからもうそこでばい菌を広めることなくお風呂に入って洗い流して綺麗な状況でリビングに帰ってくるってすごくいいと思う。思うんですよね。めっちゃね清潔でねなんて言うんでしょうか対策的にはバッチリだと思う。そう羨ましい。そうあとがね何もなかったらそのままお風呂入ってもいいと思うんですけどだいたい仕事から帰ってる時はマジで風呂にも入るのもめんどくさいぐらい死んでるからまだ「あ疲れた」みたいな「疲れた」みたいな「お腹すいた」とかだから先にそっちを食べることの方が多いかもしれないしそうでも冬はマジでお風呂マジで最高。もうこの時期さまず寒いけんさお風呂がさ最高にあったかくてちょっと厚めにやるのがいいですよね。なんか私末端冷え性なんでなんかどんだけ家の中でも冷えるからって靴下履いても冷えるんですよめちゃくちゃ。だけどお風呂ってじわーってあったかいじゃないですか。だからむっちゃ最高、むっちゃ最高。本当にあったかい。ああったかいわーってなる。マジでポカポカで最高すぎますね。そう、どんなに頑張っても寒いじゃん、寒い時って。だからもうマジで最高。今日ね、たまたま今日仕事でなんかりんりんにねあったんだけどさ、りんりんとさずっと楽屋でさアニメトークさしてたの。なんかあ、やばい、ちょっと待って。はい、お待たせしました。そうそうで、あ、宅配だったんですけど、そう何してたっけな、忘れた。あ、そう、りんりんと仕事が一緒だったんですよ、久しぶりにね。久しぶりにりんりんに会ったんですけど、なんかすごい楽屋でめっちゃ2人でアニメトークぶっかましとった。もう2人でめっちゃ盛り上がってて、なんか「いや何々さ」みたいな「何々がやばくない?」みたいな、めちゃくちゃ喋ってて、なんかりんりんもなんかなかなかそのアニメの話をするがメンバーとなかなか最近会えてなくてみたいな。そうだからアニメトークさみたいな、全然誰にもできてなかったんだよねみたいな感じで言って、で今日私とりんりんがたまたま席が隣だったんだけど、めっちゃアニメのトークをして、なんかりんりんがねヒロアカにハマりそうみたいなだったかな、ハマりそうかなんか見始めたか忘れてたんだけど、なんかみたいな感じで言ってて、そうめっちゃなんだっけ、あ違うわ、ヒロアカが違う、あいいよねみたいな、そうヒロアカが見始めたんじゃなくて間違えて、ヒロアカがにハマってみたいな、めっちゃいいよねみたいな話をそうしてて、めちゃくちゃね良かったよ。で私は「進撃の巨人」りんりん大好きなんだけど「進撃の巨人」止まってるからさ、私今4期の頭で、でなんか今のちょっと止まってるとこが話がよく分かんなくて止まっちゃったんだけど、このあと面白くなるみたいな言ったら「いや面白くなるよ」みたいな感じで言ってくれたから、ちょっとまた時間ができたら見ようかなって思ってて、そう今日はねめっちゃ2人でね、もう楽屋の中ね今日のメンバーで私とりんりんがずっと喋ってた。私とりんりんがひたすらオタトークをしてて、そうでなんかあ、そうそれでさ、これさ私いいの押したんか分からんけどさ、この「呪術廻戦」のさこの、キービジュアルが解禁になったみたいな感じでこうツイッターでさつぶやかれとってさ「いやマジでめっちゃ楽しみだよね」みたいな話になって、いやーマジででゲトウさんが好きじゃんりんりんってね、だからなんかうわっゼロ感だから本当のゲトウさんじゃないですか、だから本当のゲトウさんだみたいな感じで超喜んでて、楽しみみたいな、マジで早く見たいねみたいな話をねしてたの、見に行きたいねって言って、そうおこつくんが声優さんがあれエヴァのねいかりくんと同じ声優さんで、りかちゃんも決まって、花澤さんだったっけなだよねみたいな話をねしててね、そうめちゃくちゃね2人でずっと盛り上がって、ずっと盛り上がっってたか食べ物の話してたか、なんか食べ物のなんか何が美味しいみたいな、なんかすごい美味しいバスクケーキのお店を教えてもらったから、今度食べに行こうかなと思ってて、なんかひーちゃんもうめっちゃ美味しいって言ってて、でりんりんも食べたこと、そこのやつ食べたことあるって言ってて、めっちゃ美味しかったんだよねって言われたから、めっちゃおすすめだよみたいな感じで言われたから、みたいな、ちょっとこの食べに行こうかなみたいな話よね、何か忘れてたけどさ、してて、そう食べる話かオタクの話かしかしなかったんだけど、マジで2人がずっと喋ってた絶対他のメンツだったらうるさいだなと思っただろうね。いや、わかんない、アニメが好きな人からするとってもしかしたら聞いてくれてたかもしれないし、そうじゃなかったらそうじゃないかもしれないけど、そうやっぱいいね、語り合えるオタ友を持っているのはそうねーとか言ってね。そう、りんりんは東京リベンジャーズ見てるよ、見てるそう見てる確か見てるって言ってたな。東京リベンジャーの話間違って、うん、見てる確かね、そうって言ってた。そうそうなんですよ。めちゃくちゃね眠い、今日めちゃ今日さ全然寝れなくてさ、寝つけなくて朝方に寝たからさ、マジで眠すぎて、明日めっちゃ早起きなんだけど、なんなら明日今日寝た時間にはもう起きてる。今日5時ぐらいに寝たのね。明日5時ってもう起きてんだけど、普通にグッドモーニングって感じ。そう全然起きてん時間なんだけどさ、やばいよね。うわ見て、めっちゃ可愛いタワー着てんだけど、何これ、誰？超かわいい。タカさんだ、タカさんありがとうございます。めっちゃかわいいんだけど、ハロウィン仕様のタワー、はっ、かわいい、ありがとうございます。超かわいい、かわいいねあ、そうだ昨日さ、じゃあ私いつ劇場立ったんだっけ、昨日だっけ一昨日だっけ忘れちゃったんだけどさ、の時にそう、755に掛け合わせたプレゼントとお手紙ね、受け取ったんでありがとうございます。なんか昨日一昨日かな、忘れちゃったんだけど、一昨日は持ってかれるやつだけ持って帰って、なんかすごいもうめちゃくちゃでかいプレゼントがあったの、なんかでかいさ的にね、そのプレゼントが今輸送してもらって、それをね今届いたの。さっきのピンポンは宅配だったんだけど、そうそれを届けてもらったから、そう受け取りましたんで、プレゼントくださった皆さん、まだちょっとこの間持って帰ったプレゼントは見たんですけど、大きいプレゼントっていうか、その持って帰れなかったプレゼントは、送ってもらったやつはまたちょっとここ数日忙しいんで読めないんですけど、また時間が空いた時に読みたいと思いますので、楽しみに楽しみじゃないな、読みますんで、ありがとうございます皆さん。これで茹でれると思う？ギリ。マジか。どっちでもいいと思います。お姉に聞かれても困る。まあなんとかする。オッケーオッケー。そうなんで、また手紙などはまた後日読みたいと思いますので、皆さんくださった皆さんありがとうございます。というわけでちょっと今日は15分ということでそろそろ終了にしたいと思います。せっかくこんなメイクしてモレモレな今日は私なのにちょっともう時間がないので申し訳ないですが終了にさせていただきたいと思います。じゃあランキング13位あやちゃん、12ふうさん、11はな太郎さん、10位ひかるやゆくゆくさん、9位あきひこさん、8位マックスエイトさん、7位まいもつさん、6位ヤングさん、5位ロボさん、4位しんどさん、3位つかよしーさん、2位マカオのりゅうさん、そして今日の第1位はタカさんです。そしてタカさんタワーありがとうございます。はい、というわけで、明日はですね仕事とその後レッスンとということで1日ですね、明日超絶早起きで明日の夜も遅いんですけど、まあ、朝はちょっとね5時よりちょっと早いので、まあ、起きるの家を出るのは5時ちょっと過ぎなんですけど、まあ、早いんですけど、まあ、ちょっとどっちにしてもバタバタして無理なので、レッスンから帰ってきた時間かレッスン上から配信しますんで、まあ、ちょっと夜しますっていうゲリラな感じで思っていただけてたらなっていうふうに思います。オンラインお話し会再販始まったのでぜひ皆さんよかったら遊びに来てください。そして11月1日から8人バージョンの、公演に変わるんですけども、1番手初手ですねに、チーム4の鉄縄公演私出させていただきますのでぜひ皆さんよかったら遊びに来てください。はい、という感じですかね。あと未成仏百物語のツアーも3人の中の1人に選んでいただきましたのでぜひよろしくお願いします。というわけでそんな感じかなと、思います。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。